ビクタのレースを勝ち抜き、残すはこの一戦のみ。チャンピオンズミーティングロング決勝。このレース最も人気を集めているのは、ここまで無敗グランプリウマ娘北サンブラック1番人気です。3番人気にはここまで無敗グランプリウマ娘東海帝王、2番人気はここまで無敗グランプリウマ娘メジロマックイーン。真っ向勝負に注目だ。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。北サンブラック快調に飛ばしていきます。先頭は北サンブラック、単身で飛ばしていきます。第4コーナーカーブ、さあ花に立ったのは北サンブラック。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は東海帝王、2馬身3馬身開いてメジロマックイーン。その後ろから、そこは輝くおとぎの国、大切な夢を集めた宝箱、魔法をかけます。メリークリスマス。外目を切って里のダイヤモンド、1個目のホームストレッチです。一馬身差ミスター CB、 一馬身離れてグラスワンダー、そしてそのうちからいったのはメジロブライト、すぐに続いてナイスネイチャー。北サンブラック先頭を進みますが、これは正解でしょうか。北サンブラック彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は変わらず北サンブラック、続いて東海帝王、2馬身3馬身開いてメジロマックイーン、2馬身離れて桜ローレル、5番手には里のダイヤモンド、少し離れてミスター CB、 そしてそのうちから行ったのはメジロブライト、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、その後からナイスネイチャー。意気揚々と先頭行きます。夏日のきらめきのもと、あなたと過ごす夏はきっと美しいものですわ。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、向こう正面に入って先頭は北サンブラック。先頭北サンブラック、レースはよどみなく進んでいます。残り数メートルを通過、続きました東海帝王、それを見るようにメジロマックイーン、4番手には桜ローレル、さらにミスター CB、 一馬身離れて里のダイヤモンド、さらにメジロブライト、その後グラスワンダー、そしてその後ろから行くのはナイスネイチャー。現在1番手は北サンブラック、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。さくらローレル、ここで抜け出した。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。さくらローレル先頭は、さくらローレル、これは強い。残り200、東海帝王追いすがる。先頭は変わらずさくらローレル、強さを見せつけて、さくらローレル今勝利です。この子にかなうウマ娘はいるのか。優勝はさくらローレル、見事チャンピオンズミーティングロングを制し、優秀の頂点へ立ちました。2着は東海帝王、3着はメジロブライト。次はもっと頑張りますわね。